い、というわけでやってまいりました。村上ジャイ君のイケボチャンネルです。このチャンネル名にしてる言わせ。うわぁ、噛んじゃった。うわぁ。はい、というわけで、今日はですね、マリオカートやっていこうと思うんですけども、今回のこのレース、なんと 200cc でございます。あれ、遅くね、なんか200。あれ ?200 だよね、これ。遅くね。あれ遅い感じがする。あ、いや、でも早いわ、やっぱ。うん。いややばいね。みんな同じようなムーブしてたけど、今。うん。まあ、そうなるんだよね、やっぱりね。しゃあないよね。さあ。これね、俺ね、走り方をね、研究したというか、テオ君から教えてもらったのよ。ブレーキしながらドリフトするらしいね、これね。難しいよね、これね。ちょっと今日はちょっと至って冷静に村上君頑張っていこうと思います、この 200cc ね。うん。あ、ほらほらほら、今みたいなさ、キュ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 って言うでしょ。これね、気持ちいいんだよね。なんか多分慣れてくると超楽しいと思う、これ。うん。よし、これでコイン取って、はい、これ使いましょう。これやばいね。これやばいね。やばいねやばいねやばいやばい、めちゃくちゃいい感じだったね、途中まで。おお、落ちた、煉獄推しが落ちた。うわわわ、いっていっていって、なんか楽しいな今日もね。マリオカート、皆さんマリオカートやってらっしゃいますでしょうか。村上くんね、最近マリオカートね、やんないでね、昨日も言ったと思うんだけど、あんまやらずに、ぷよぷよテトリスとかやってますね、よくね。あ、すごいいい組み合わせじゃないこれ。下手したらめちゃくちゃこれ刺さるよ。いくよ、これ使い切れないか。あー、バーン、楽しいよ、みんなおいでよ、ほら、タレゾウくん、目の前にいる君を、バーン、よし、楽しい。うーわ、そこで切れるのだけはやばい。危ねえ危ねえ危ねえ、おびで、いて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 、おお、やばいやばいやばい、霹靂一閃してくれたね、ありがとう。頼む、マジで、いいよいいよいいよ、ここでね、ここで、うわ、マジ、あー、もうダメよ、これやばいわ、これ3位になれるかしら、3位とか2位とか、いや、いい順位いきたいけど、これ赤コーラな、邪魔だな、うわ、これ、うわ、当たんな、これ、あー、もう最悪だ、おお、おお、ドンキーコングがいるよ、あー、もうやばいですね、もうほら、1回これ崩れるとボロボロなんですよ、もう、あー、もう最悪、おお、ってやった、5位、3位。はい、というわけで第2回戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。あれ、さっきのあれじゃない、煉獄推しかなんかのあれじゃない、1位になってんじゃない、多分そうだよね。これちょっと1回ドリフトじゃなくて、スタートダッシュじゃなくて、あ、ほら、あ、違かった、肉破国、誰だよ、肉破国、肉は国ってこと、どういうこと、まあよくわかんない。そう、さっきさ、肉で思い出したけど、俺カレーを食ったんですよ。カレーはね、もう絶対ダントツでキーマカレーって決まってんのよね。やっぱ普通のカレーも好きなんだけども、やっぱりね、キーマカレーはなんかうまいよね、ほんとにね。キーマカレー苦手な人います？いないかな。俺のお母さん確かなんか苦手みたいなこと言ってたんだけど、他になんか苦手な人とかいますか？なんかね、あ、いや、俺のお母さんも言ってないか、まあいいわ。やっぱキーマカレーはね、すごい美味しい。なんか小学校の時にさ、あったじゃん、給食でそういう、ね、キーマカレー的なやつ。俺それがすごい好きで、多分そっからずっとキーマカレーを推してるんだよね。やっぱキーマカレーはね、いいね。てかね、カレーが最近俺の中でマイブームというか、だからみんなもね、ぜひカレーを食いに行きましょう。うん。近所にさ、カレー屋さんがあってね、まあ、そのカレー屋さんで、俺最近、ハンバーグカレーみたいなの食ったんだけど、なんか他のね、お客さんとかのも、なんか見てると、なんか俺のハンバーグのカレー、俺のハンバーグカレーには、卵が乗ってなかったのね。だけど他のお客さんの方を見るとね、なんかみんななんか卵乗ってんだよ、ハンバーグの上に。あれ、俺なんか別に卵抜きにしてくださいとか言ってるわけじゃない、なんかおかしいなーって思ったんだけど、嫌がらせかな。いや、多分ミスっちゃったのかな。なんかあれか、それがトッピング、おわー、それがトッピングしない、あー、それがトッピングしないといけない感じだったのかな。あー、これやばいやばい、踏まれまーす。あー、死んだ、もう終わった、オワコンだ。おはようございます、村上ちゃいです、よろしくお願いします。ということで第3回戦も元気にやっていきたいと思います。はい。いや、さっきさ、 YouTube でさ、なんかおすすめかなんかで流れてきたんだけど、教育委員会でさ、なんであんな生意気なの。多分それを言ってる俺が一番生意気なんだけど、なんで生意気なんだ、なんかさ、いや、思うんだけどさ、何、エロ画像とかエロいものって教育になんで悪いんだろうね。なんかさ、それをね、ふと思ったんだよね、最近だよ、さっき。エロ画像って何が悪いんだろうね。なんだろうね。エロいものイコール教育に悪いって、教育に悪いって何なんだろうね。だってさ、俺らはさ、やっぱその、教育に悪いものから生まれてるわけじゃないですか。言うたら、あー、知りません。あ、知りました。なのにさ、これ多分この話前もした気がすんな。
なのにさ、あれだよね、なんかみんなその教育に悪いだろうなんだろうつってさ、いろいろとなんか廃止したりとかさ、まあほらコンビニからエロ漫画が消えたじゃないですか。それとかもね、俺ちょっとあれだなと思ったんだよね。なんだろうね、教育に悪いか、なんかエロは日本というか世界の文化な気がするんだけど、俺だけそれ、なんか気のせいかな俺の。まあいいわ、とりあえずなんかちょっとミスりそうだったら使うかこれな。やっぱキラーね、使えるといいよね。うん、これね、どこで使おう、使いどころがないんだよな正直な。うん、でもどっかで捨てるよりかは多分こういうところで使った方がいい気がするから、ここで使います。さあこれで一気に順位が変わるでしょうか。あ、3位になったね。オッケー、これ使っちゃおうか。いやいや、もうちょっと取っといてもよかったな今。まあ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 、いっかいっか。よし、ポーンで、これ多分ダブル取られなかったわ。取ればよかったな。あ、落ちてた。よし、あれでも3位か。スナイプできない、できないか。いやー、最近ねマリオカートも皆さんやってませんね。なんかあの最近ジュキ、あ、でもジュキヤも乗っけてるか。なんかテオくんもやっとね最近また再開して、なんか最近やってないなと思ったけど意外とやってたわ。うん、やってた、やってないなと思ったら結局やってたわみんな。うん、うわマジ、ふざけんな。はい、というわけで第4回戦やっていきたいと思います。あー楽しいね。うん、何でも楽しい今、人生が全て楽しく感じる。あの正直言っていい、マジ今話題ないんだよね。マジで話題ない。あれさっき話したっけ、鬼滅の刃の話、鬼滅の刃のパクリじゃんみたいな、あれさ話したから。ちょっと待って、お、マジ数分前の記憶がなくなってる、やばいやばいやばい、やばい、本当に病気だ。最近本当に自分病気なんじゃねえかって疑ってきました。はい、村上です。あ、ここいけるね。よしよし、これやっぱいけると違うからね、一気に差をつけられるからね。コーナーで差をつけろ、いいね、楽しい楽しい。よし、ここでこれ使ってここ割って、でくるくるしていきましょう。でくる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 、はい、ミラクルくるくる。楽しいね、ほらみんなも楽しくなってきたでしょ、だんだん。あ、爆破した、危ないです。あ、ははは、今のは計算のうちだろさ。そうそう、今俺は青コーラがね来ると分かってたから今こういうことをしたのさ。そう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 、そうなのよ。だから私今すべて計算だったのね。ちょっと後ろ投げて、あ、前だっちった。まあ今これここ行ってでもあった。うマジ、頑張って頑張って。やっぱさ150が一番楽しいよね、なんだかんだね。多分200も走れるようになればすげえ楽しいんだろうけどさ、やっぱ俺難しいからさ、あれ200は。だからちょっと苦手だねまだね。うん、ちょっと修行が足りないね。危ない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 危ねえ。よし、これちょっと一回こっち行こうか、しゃあないね。で後ろバナナだから俺に当たります、俺に当たります。よし、ちょ今日ねあれだわ、めちゃくちゃゲームに集中しちゃう日だわ。うん、よし、いいよ、頑張れ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 、レッツゴー、戻れもうダメだ、もうダメだ、今日全然面白くねえわ今日の動画、やばいわ今日の動画、全く面白くないじゃん。いつもなんか今、いつもも別に面白くないんだけど、いつもに増して面白くない気がする。まあでもいいわ、なんか多分さ、みんなもさ俺に面白さ求めてないでしょそんなに。あ、ちょ待って、これ使うんだけ、やばい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 、使え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 、いけ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 、このままゴール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 、いけ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 、お、きたー。はい、というわけでラストレースやっていきたいと思います、頑張っていきます。てかさ、さっきさ俺ほら鬼滅の刃の話しようとしてたじゃん。ちょっとね、あのさっき録画確認したら、あの鬼滅の刃の話してなかったからしようと思います。はい、数分前の出来事を忘れておりましたので、まあ今からね鬼滅の刃の話しようかなと思うんだけど、最近さ、それ TikTok 俺よく見てて、寝る前とかね起きた後とか見るんだけど、その TikTok さ、なんかコメント欄を毎回見るとね、絶対になんか鬼滅の刃のパクリじゃんっていう、なんかその流れがねなんかできてんだけど、あれ面白くないよね別に。なんか逆に不快だもん、なんかすげえ不快、なんかうざいわあれ見てて。だからナルトとかにさ、ナルトとかの動画に対してなんかさ、鬼滅の刃のパクリじゃんみたいなの書いてあってさ、すげえ腹立つんだよね本当に。なんかあれが面白いと思ってる人がいるのが本当にねありえないなと、あ、いって思いました本当に。当たれ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 、全員当たれ、死ね、当たらん、まあいいわ、まあ全然、いていていて、お前かい。まあね本当にね面白くないよね、あれを面白いと思ってるんだったらやめた方がいいと思いますね。なんかあれっていうか、なんかさ、ほらよくあるじゃん、
なんかそういう流れみたいなやつ、まあ別にあいいんだけどね。いやむしろあまあいい流れはあるけど、なんかしつこいとさ、いや面白くないじゃん。ほら陰夢ネタとかわかるっしょ。陰夢ネタとかもなんかしつこいとなんか飽きてくるじゃん。なんかたまにあると面白いけど、そうだからそれもねなんかね思うんだよね。昔からなんか同じネタを何回もこすんなやっていうね、なんかそれを、まあ、同じネタを何回もこすんなっていうか、なんかそれを面白いといつまでも思ってるその感覚がやべえなっていう、全然面白くねえぞと俺思うわけですよ。なんかまあ別にまあ好き、それが本当に好きな人とかもいるかもしんないけどさね、まあ逆不快になるからね、こっちとしては。ちょめちゃくちゃなんかハンドリングむず。ちょ、オッケー、ここで、これ使っちゃおうか。8位かよ、やべえな今日順位やべえって。パーン、よし、いいよ、これいけるな、多分これなんかいいアイテムが来る。ここでマジか、なんも来ない、いいの来ねえじゃねえか、ふざけんな。やばい、よし、いいよ、風を切って空を切って俺は空を飛ぶ。あ、痛すぎる、最近被弾率がすごい上がってる気がするわ。なんか安打だよねあの一郎も驚きの安打率だけど、やばい、お、いいじゃないのこれ、いいね。でもこれ変な順位だな。5位です。6位でした。お疲れ様です。